協議したのはパスピーの存続を求めている障害者やその家族を支援している4つの団体です。広島電鉄などが導入する新しいシステムモビリーデイズはスマートフォンのアプリの QR コードなどで運賃を支払うため、障害者や高齢者など社会的弱者への合理的配慮に反しているとして対応を要請しています。広島電鉄などではモビリーデイズ導入後も JR 西日本のイコカが使用できるとしています。しかしシステム上、降りるときに乗車した停留所などを乗務員に伝える手間が生じるということです。団体ではパスピーと同じようにタッチだけで乗り降りできる読み取り機の設置も求めていくということです。自分で バスで通っているのがパスピーがなくなったらどうなるのかということをすごく心配しています。4つの団体は今後、広島電鉄にも要請を行う予定です。モビリティ